はい。これ落花生ですね。もうこんな大きくなりました。こっちは、なんだっけ、アボカドですね。で、何作るべと、もう大体夜、もう、あ、今日ほら、うち奥さんが仕事なんで、こう作ってあるんですね。だから、お昼作ったから、夜は汁もあるんだけど、ちょっとだけね、ちょっとだけ、ちょっとだけ、ご飯があるから、チャーハン作ってあげましょうや。ね。おいしいおいしいチャーハン。おいしいおいしいチャーハン。ベリーベリーベリーグッチャーハン。ね。卵4つ使っちゃおう。チャーハンさ、ハムに出るのもあるんだよね。ひき肉をポロポロにして、ね、わってやると、なんていうの？うましよ。うまし。ハムもあってんの。ハムもちょっとあるね。ひき肉とハムをわっと入れてあげようか。これしかねえ、これしか。で、何が必要かというと、ネギね。ネギはちょっと明日これ長いの1個使わなきゃダメだから、こっちをみんな使っちゃいましょう、ネギね。ねえ、ネギ。ネギ少ないときはね、ピーマンなんか入れちゃったりさ。ねえ、ねえ、ピーマン、ピーマン。生姜はね、しょうがねえな。あるよ。で、あとレタス。レタスチャーハン。レタスチャーハン。キュウリ入れちゃおうか。でもキュウリ入れるとなぁ。ちょっと、キューカンバー。ちょっと、おきて破りって言われない？セロリ一腹入れようか。一腹、一腹のセロリが、香りをひねる。香りをひねる。はい。じゃあ、香りをひねるのは、まあ、そほどほどにして。はい。ちょっとこう、片付けなきゃいけないね。チャーハンやってる間に片付ける。あれですよね。タンパク質が入ってないと美味しくないね、チャーハンね。なんだかんだ言っても。ご飯もこんなしかねえんさ。ほぼあんまり炊かないからね、ご飯ってね。だから、もうこんなしかないよ。こんな一膳だよ、一膳。もうそこがまたいいんだよね。一膳の神。いや、それ、ちょっと違う話題が。はい。はい、じゃあこれね。ご飯が一膳、ご飯が一膳。あれ？なんか卵忘れてきてる。卵とレタスを忘れたら、いけません。こうしてね、卵にレタスに、ひき肉、レタスを入れれば、美味しいチャーハンが出来上がる。チャーハンはね、なんていうの？勢いですね、勢い。その何が大事かって言ったら、勢い。勢い。どうでもいい。まずこれをね、油よく出してみましょう。じゃあね、こうね、ゆっくりと、ほんのちょっとね、チャーハンはやない、ご飯を美味しく食べる料理だから、肉があんま入っちゃうと、こう、肉肉しくなるでしょ。肉肉し。はい。やっぱなんか中華料理っていうとさ、あれだよね。こういう、中華包丁とさ、早口のなんか、中国語、はい、おぎやいや、もううまくできね。はい。ね、こうやってね。生姜を、とにかく細かやみじん切り。これは、あれだよね。生姜って普通はあんま美味しくないんさ。でもこう細かいみじん切りになって肉のちょりちょりと一緒になった時に恐るべき力を発揮するのです。それか勝手にしてねえ、そうやって二つ鍋
お主にできるかの。これは、最後の方に入れますから、やっぱこれも、やっぱこれもね、中華包丁は、ナッキー包丁みたいなのして使ってますからね、僕は。ナッキー包丁。ナッキー包丁。パイアッパー。加熱時間を短くするには、薄く小さく細かく。ね、それは、大事。でも、ちょっと味わいを残すには、ちょっと厚めてのものもあった。厚手のものがいい。それが。これは香味だね。香味を忘れるんじゃないよ。マサイさん、チャーハンの美味しさは香味ですよ。香味。でんでんでてててててててどだと。あれあれだよね。もういい、やめた。もう喋る前にポリティカリコレクトでないのが分かったからやめますからね。これがあのレタスね。レタスもバシャッていきますから。レタス、お、なんかちょりちょりの音が来ましたね。ちょりちょり。おお、すごいちょりちょりになってきましたね。あ、いい感じですね。ちょっとガーリックオイルにしようか、今日はね。ここにオリーブオイルのガーリックオイルがありますね。オリーブガーリックオイル。こうね、これをこうやって。みんな入れちゃいましょう。トリアン。イタリアン。オイラはイタリアン。まあ、なんかうまそうじゃろ。これで大体ジャンができますね。ジャンジャン、トーマンジャン。弱火にしましょうね。トーチジャン。ちょっとなんかあれだよね、日本っぽい。あ、いけない、トーマンジャン。こっち出しちゃったよ。このトーマンジャンじゃないの。トーマンジャンはあるんだ。甜麺醤出さなきゃいけないね。甜麺醤、甜麺醤ってのはあの豚の臭みを取ると神話の世界で語り継がれている。そんなもんじゃねえよ、ただのジャンだよ。はい、ジャンね。ちょっとこれあの甘みが出るジャンです。今向こうの豆板醤出しちゃって、このメーカーが好きなんですよ、僕ね。お、いい感じだね。辛みこそが命。今日ね、醤油入って、あ、うまそうじゃの。このなんていうの、今ね、ジャンがこう溶けてる香りが聞こえてきますよ。俺には聞こえる、お前たちの叫んでる声が。だが助けが来ない。いや、こんな立派なもんじゃないの。紹興酒なんかいいんですけどね。紹興酒ないから、日本酒。こうやって酒を入れてやるとね、うま味がこう絡んでってくれていいですよね。これ相当強烈です。もうこれだけで、これをご飯にかけて食ったらどんな味かのって考えながらこの調理をしますね。こっち終わりね。もう一つ終わり。次はこっちだ。あ、いけない、ハム入れるの忘れてた。そっち、そこにハム入れるのは、まあいいや、ハムは野菜として入れろ。
ムは野菜と一緒にゴーゴーゴーね、炒めればいいですからね。さあネギをね、切らないとダメだね。ネギを切ったらゴーゴーゴー。まあどうでもいい、まあなんでもいい。ネギはいや大事、焦がしネギになりますからね。ここ本当はあのネギあっちに入れてやりたいんだけど、ちょっとだけねこっちの方がいいような気がしますね。まあしょうがないね、人生ってそういうもんですからね。人生ってのはそういうもんだとよ。俺も中華包丁握って長いな。いや別にそんな商売してるわけじゃねえんだからさ、うまいものを自分で食え、うまいものを自分で食え、うまいものは自分で作ろうかない。はい、じゃあこれから間もなく、これから間もなく、これから間もなく中に入れたこんばんは大変よね。はいはい、いこう。これね、殻を入れないコツっていうのはね、こうやって割らないことね。こうやって割ると、あ、入った。入ったよ。外で割ると、入る。入ったよ。あ、入ってないね。あ、入ったよ。これ体だ。これ入ってる？これは、これそうだよね、絶対ね。何この、なんかなんていうの？失敗した YouTube 感。まあいいよ、どうでも。殻もカルシウムだ、食え！それは違うろ。まあね。ちょっと、白いとこと黄色いとこ残しといた方が、美味しそうだじょ？美味しそうだじょ？美味しそうだじょ。パパ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 、美味しそうだじょ。なんかね、綺麗な油使ってもいいんですけどね、ちょっと汚い油の方が。なんか、ちょっと中華料理っぽいでしょ？こうあの、こんな感じでさ。すごい量入れますね。すごい量が入りましたね。これ、なんか中華料理っぽいでしょ？これね、十分こうやって端っこまでは別にいかなくてもいいからね、無理やり行こうとするとなんかこうこぼれそうで怖いよね。ドド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 集合写真を撮りたいよね。みんな集まれ。こんなことやっててバシャッと言って落としたらどうぞ。そしたらそれは俺が未熟だということでございます。いや、それでどうなんだよ。なんかちょっとこう勢ぞろいっていう感じがいいですね。勢ぞろいしました。あっちに勢ぞろいしました。煙がもくもく出てきます。なんかもうもくもく出てきてるよ。この油の真ん中に、この卵がジョンと入るという、そういう感じですよね。そうするともうこう、油で揚げる感じですよね。で、ここの真ん中に入れてあげて、こうちょっとね、こうやってあげて、で、こうやるとほら、一緒でしょ？そしたらこれをこのまんま、えいって入ってやると、上下が返った。上下変えた。で、塩とコショウを軽くね、塩を入れてあげて、といっても、塩が入ってるね、全然くっつかないですよね。で、ネギが入る。ネギをね、焦がしながらね、ハム入れておくか、先に。それで、はい、全然温度が低いから大丈夫ね。温度を受け取っちゃいましたからね、卵は。
卵が温度を受け取った。で、ここで、入りました。これをどんどんネギのね、美味しさが入ってきてますよね。すごくここが大事だと思います。もうこっから先は温度がなかなか上がらないんでね、もうちょっと強くやっていてもよかったね。まあいいじゃろう、まあいいじゃろう、なんでもいいじゃろう、まあいいじゃろう。なかなか懐かしのチャーハンの味。風が強いんだわ。外から風が入って、あ、いいね。具がね、いい具になってきますね。ご飯にちょっとこう、味をつけた上で野菜を入れますから。これうまく絡むよ。よいしょ。うん、そうそう。上の側は温度が、比較的高い、低いから、で、下の側の温度はずっと高くなって、下の方がチャリチャリってなってきたかなってことにこう上げてやって、よいしょ使いってやつね。そうすると、もう下の方がチャリチャリポロポロってなりますからね。これを鍋返しの秘術と言います。いや、そんなに頼むんだよね。まあ、慣れなかったらこうやればいいんでね。ちょっと今、指が熱いですかね。やっぱり火だからな、火力は少ないのかな。火力は少ない。それで、水っぽさがなくなってきたよね。なんかパラッパランポロンポロンポロンっていう。ちょっと俺はもう今結構辛いを避けてってるわけですよね。一個一粒一粒がね、こう俺辛い、もうちょっと水水分の呼吸欲しいって言ってるところに、そうね、ちょっと油と熱湯が入ると、うおー、天の助けだって思うわけだよね。それが素人だ。こうやって甜麺醤とチャーハンの美味しい美味しいチャーハンになっていく。パラーって上に飛ばさなくていいですから。あんなことやってた、あんた。上下が変えればいいですね。で、またこれでなくなっていきますから。火力はもう本当に普通の火力だからね。要するに火力が低い分を、こう、消してる時間でね。勘弁してもらえてね。で、ここで、ネギを、ネギはね、うまい香りがあります。ネギが、ネギがね、煮たれていきますね。あれね、入ってね。で、ネギの香りをご飯に移した後で、じゃあ最後にね、セロリとピーマンとレタスが入って、セロリ、レタス、レタス、ピーマン、セロリ、レタス、あ、やったー。それとごま油がね、入るとそこでね、美味しいですね。で、ごま油でよく巻いてあげてね。ごま油が入るともうこれで、この葉物がね、ちょっと強く味を入れてもらえるんで。で、こういくと、葉物が下に出てくる。葉物が下に出てくる。
マッシュルームやろ。もうあらゆる食材がその油にくるまれてるから焦げないよね。でこの葉物の美味しさがあのゆっくりご飯物の中に入っていきながらサラリとかねって感じですね。なんかシュワッと回るところがいいよね。ご飯あんな少なくても結構うまいですよね。うん、もういいぐらいじゃないですか。うん、OK です。途中の写真撮らなかったね。はい、おしまい。はい、やっぱあんまりね、こうデファントちょっとね、こっちにあったんじゃないですか。なにね、キーちゃんのあの中華料理入れる中華皿あったんですけどね、ないようなんで、この皿にしようか。これはばあちゃんの皿だね。ばあちゃんがね、亡くなるまで持ってました。うん、何もつかないでしょ、ここにね。チャーハン、トマトも作るか。トマト、今あのミニトマトをね、安かったので買ってきてありますから、ミニトマト、まあなんでもいいね。ポテトサラダ、これはですね、さっき作ったやつ。ミニトマトにポテトサラダ、こう、もうちょっとはい、エビフライ、オーケー。はい、じゃあ皆さんもおしばんを食べて元気に過ごそうじゃございませんか。お前のまねよ、バイバイ。バイバイ、バイバイ、バイバイ。